ちょっとだけピアノの音色に耳を澄ましてください。奏でているのは左手だけです。一音一音の豊かな音色、厚みのある立体的な響き、去年左手だけで演奏する世界で初めてのピアノコンクールが開かれました。
ただきます。まず3位は、1人、あ、そうなんです、3位は2人います。はい、では3位、1人目なんですけれども、まずは、瀬川康代さん。3位、同じく3位、2人目は、早坂真子さん。はい、そして、2位は、チャイキティ・ワッタナ・ガンさんです。はい、そして、1位は、高岡仁さんになりました。I did enjoy my performance and I will play my best in the concert too. I'm happy. Thank you. Today, このコンクールにタイから参加した青年がいます。ガン・チャイキティ・ワッタナさん、21歳。2年前から右手の親指に原因不明の不調を感じています。ガンさんは12歳でオーケストラと共演するなど、若き逸材として注目されてきました。พอเล่นคอนเสิร์ตจบเพลงนั้นคนดูตบมือก็รู้สึกโอ้มันเป็นวินาทีที่แบบพีคในชีวิตเราครับ20歳の時オーストリアの音楽大学に留学。まさにこれからという時に右手の親指に違和感を感じました。